東京都で問題になっております。東京都の女性支援事業の下請け団体であるコラボという団体があるんですけれども、6年ぶりに住民監査請求ということで都の会計監査が入りました。やはり領収書や不自然な会計が多く、2月28日までに帳簿再提出と、そういうふうになっているわけなんでありますけれども、こちらは国会でですね、維新の議員がこれについて、質問し国会案件となっております。それに対して共産党の赤旗新聞がですね、女性の支援に対する攻撃であると、批判しておりましたけれども、都の事業、行政の事業を下請けにもらっている団体の会計が不正だ、不当だ、異常なところが見受けられるというのを国会で言ったら、どうして女性支援の攻撃となるんでしょうか。そのうちですね、共産党はコラボへの攻撃は女性全員への攻撃であるなんてことを言い出しかねません。問題はそこではありません。コラボという団体がですね、困っている女性助けました、領収書はありません、こういうことをやってるから言ってるから問題だ、言ってるわけでありまして、それをですね、女性の支援への攻撃だと言って跳ねつけていたらしたならば、こういう団体すべてですね、何の証拠も出さずに税金をもらえるというまるで貴族のような団体になってしまうじゃありませんか。こんなことをやっていたら我々がどんなに税金払っても足りやしませんよ。共産党赤旗の批判はお門違いであります。